観光面っていうのはもうちょっとやっぱり風評被害がまだ続いてるっていうのが感じられますね。ただですね、震災以降白石市の場合は全ての行事はやろうと、こけしコンクールだけ以外は全て、震災3月11日以降ももう市民一丸となってやってきたのは、逆に言うと功はそうしてきたかなっていうふうに思ってます。基幹となるとやっぱり農業ですかね、第一次産業になると思います。その辺のだからやっぱりそれはもう完全に実害と以降に風評被害っていうのもあるのも現実です。ただ白石市内、これは泉南全てなんですが、今年はお米、これはもう安全宣言をいただきましたんで、安全のお墨付きいただきましたんで、これからやはりそれを信じて、おいしいお米を食べていただきたいなっていうふうに思ってますね。電気がないと今の世の中のあれは動きが取れないっていうのが分かったんで、各今公民館と消防にガス式の発電所を全部入れました。防災協定を3都市で結んでたっていうのは本当に一番素晴らしかったかな、ありがたかったかなと思ってます。震災起きる2年前に姉妹都市の北海道の登別市、神奈川県の海老名市で3都市でトライアングル協定を実は結んだんですよ。それがこの震災では功を奏しまして、海老名市さんがちょうどあの時の3月11日も震度5弱っていう、やはり大きな揺れは、登別市さん震度3なんです。物はいくらでもあったんです。そこで登別市からここに運ぶことができないんで、登別市から海老名に送ってもらって、海老名から毎日陸送です。このトライアングル協定は本当に生きた結果です。車で2時間半以内の岩手県の奥州市さんと山形県の長井市さんとその防災協定を結びました。平時は2時間ですから観光でお互い行き合えるようにしましょうと。だからお互いの各市のあれには両方のパンフレットを置こうと。で、市民が普段遊び、何か有事の時にはそういう協定を結んでるっていうのが、二重のトライアングルを今白石は結びました。一市でやるよりは三市ですよ。三本で立つのが楽。歴史と伝統、復元をした白石城を有する城下町ですので、北緯38度の平和な城下町ですので遊びに来てもらいたい。ここに来ればあなたの心は癒すことができると思います。現在も、産業も農業も伝統も歴史も観光も含めた生きた交流をできる交流拠点都市を目指してますので、白石にぜひとも遊びに来てください。それが一番の震災復興です。